所さん、裕次郎さん、お誕生日おめでとうございます。というわけで、1月23日は総務裕次郎さんのお誕生日、そして1月26日は所ジョージさんのお誕生日ということで、お祝いの動画を作らせていただきました。いやー、他の世田谷ベースファンの皆さんのように僕も何か送らせていただこうかなと思って考えていたんですけど、それがなかなかこういいのが思いつかなくって、考えてるうちに日が過ぎてしまいました。いやーね、なんかこう気の利いたものをと思うんですけどね、なかなかいいのが思いつかなくって、あんまり無理してね、変に気を使わせてしまうのもね、どうかなと。なぜ所さん、裕一郎さんといえば、ファンの皆さんから贈り物をいただいたらお礼のお手紙書かれているようなね、お二人なんで、あんまり手を煩わせても気を使わせてもっていうことを考えて、なんかないかなっていうことなんですけども、思いつかないと。いや、それがですね、もちろん所さんには去年も1年いろんなものを送っていただいて、そして総務裕一郎さんは、ドッキリでね、昭和の重たいスーパーカー自転車でね、5日もかけて京都に来てくださったりね、いや本当いろいろありましたんで、なんかこう本当にお礼をと思うんですけども、その思う節がいろいろありましてね、あんまり言うとあれなんで、まあ結果的にはいいのが思いつかなかったということです。というわけでね、せめてお気持ちだけお伝えさせていただこうということで動画にさせてもらいました。所さん、裕次郎さん、お誕生日おめでとうございます。というわけで、今年も1年ますますのご発展をと言いたいんですけど、もう十分に発展されてますんで、今年も私の発展を応援していただけたらなということで、今年も1年よろしくお願いいたします。それじゃあまた。